皆さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回は御殿場アウトレットに行ってきたので、そこでの購入品を紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということで紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、まず最初にじゃん、こちらの建造で服を購入してきました。こんな感じの縦長のショッパーに入れていただきました。ではね、開けていきたいと思います。じゃん、こんな感じの布に服が入っています。それでは出して紹介していきます。こんな感じのピンクのスウェットを購入してきました。襟がこんな感じで V 字になっていて、これは着るとすごく可愛いんですけど、後でちょっと着てみるので、ぜひね最後まで見てください。前から見るとただのピンクに見えるんですけど、後ろがすごく可愛いんですよ。こんな感じで建造とロゴが後ろに入っています。これは袖がラグラン袖でダボっとした感じに着れてすごく可愛いです。そして生地が裏起毛なので、これからの季節に暖かいなと思います。この中にタートルとか着ても可愛いと思います。ちなみにこのサイズはL まであったんですけど、一番小さいサイズを購入してきました。こういうねダボっとしたスウェットが欲しかったのですごく嬉しいです。こちらのお値段、もともとのお値段が49,000円プラス税なんですけど、こちらなんと 60% オフだったので25,000円くらいで購入しました。すごくお買い得で嬉しかったです。天井のアウトレットは 30% オフとかの時もあるんですけど、行った時は 60% オフだったのですごくお買い得でした。それではね、こちらに着替えていきたいと思います。はい、今着替えてきました。着るとこんな感じのワンピースになっています。丈は膝上くらいの感じになっていて、ここにポケットがついています。袖はこんな感じで、ここがダボっとしているのでちょっと手が短めで、七分袖くらいの長さで着ることができます。ちなみに今ショートパンツを履いているんですけど、パステルカラーなので冬だけじゃなくて春にも着られていいと思います。後ろはこんな感じで天井のロゴがついています。こんな感じです。そして最後にこちらのプラダで購入してきたものを紹介していきます。じゃん、こんな感じの箱に入っていました。それでは開けていきます。はい、こんな感じの折り財布になります。これはすごく濃いビビッドなピンクの折り財布になっています。最近私は折り財布をよく使っているのでこちらを購入してきました。これと同じくらいのサイズの折り財布が隣にもあったんですけど、私はこの形が気に入ったのでこちらを購入してきました。ここのリボンがすごく可愛くて、こんな感じでここの部分にお札が入って、このファスナーの部分に小銭が入るような感じになっていて、すごく入れやすいと思います。ちなみにこれは4色あったんですけど、黒と薄いピンクと濃いピンクがあったんですけど、こちらと薄いピンクも購入してきました。薄いピンクはバッグの中身紹介の時に紹介したプラダの、あの小さいコインケースあるじゃないですか、あれと同じ色のこの形のものを購入してきました。開けるとこんな感じで結構小銭がたくさん入れられる感じになっています。そしてこうやってガバッと開くので小銭を取りやすいかなと思います。こっち側はこんな感じでカードがちょっと入って、ここにお札を入れる感じになります。ここにもプラダのロゴがついています。こちらのお値段31,000円でした。はい、今回はこんな感じで御殿場アウトレットでの購入品を紹介してみました。紹介した商品はまだ在庫があったので、ぜひね気になるものなどあったらアウトレットでチェックしてみてください。私はアウトレットが大好きなのでよく行くので、また行った時にはいろんなアウトレットを紹介したいと思います。
アウトレットはすごく楽しいので、皆さんも行ったことない方は行ってみてください。そしてアウトレットに行くときは土日の昼とかだったらすごく混んでると思うので、混んでて歩きにくいので、日曜日の夜とかだったら空いていて買い物しやすいので、ぜひね、そのタイミングで行ってみてください。それではバイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。